ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ちょっとウグイスの鳴き声やいろんな鳥の鳴き声が聞こえてなかなかいい気候になってまいりましたけれども、天候は今日はそうではありませんで、今少しちょっと霧晴れましたがね、今乗ってきた最中は霧も結構深くて、まあせっかくいい景色で撮ろうかなと思ったんですが、まあ天気ばかりはどうしようもいかないもんですから、まあ仕方がないということにしたいと思いますけれども、今回ゴーカーチャンネルでご紹介する車ですが、ボルボの V60 でございます。でボルボの V60 はもう今までも何度かご紹介していまして、一番最初に T5 という、まあ、ノーマルのものですねをご紹介して、その次にクロスカントリーという少しこの車をベースに車高を高めて、まあ、SUV とワゴンのクロスオーバーみたいな車をご紹介しましたが、今回ご紹介するのはプラグインハイブリッド、このモデルをご紹介したいと思います。今回試乗に使いますのはボルボ V60 の T6 ツインエンジン AWD インスクリプションという難しい名前の続いた車ですけれども、こちらをご紹介してまいりたいと思います。で、ボルボはもうディーゼルをやめてですね、今後このプラグインハイブリッドモデルに変えていくというふうに言っておりますし、ボルボの車は今後出すものはもう電動化をしたものになっていくというふうに言っていますけれども、まあ、その宣言に一番近い車と言えばいいでしょうかね。で、エンジンなんですが、これが直列4気筒の DOHC16 バルブで、ターボとさらにスーパーチャージャーまでついているというのがすごいところでございます。ガソリンエンジンは253馬力、最大トルクは350ニュートンメートルを発揮いたします。はい。で、この電気モーターの最高出力ですが、最高出力が後ろの後輪が65キロワットですね。で、トルクがやっぱ大きくて、240ニュートンメートルを後輪を発揮いたします。前輪が160ニュートンメートルと出てますけれども、これは多分、その、実際に駆動しているのは後輪だけなんだそうですから、まあこれは240ニュートンメートルというふうに思っていただいた方がいいと思います。組み合わされるトランスミッションは8速のオートマチックトランスミッションが組み合わされております。で、燃費ですが WLTC モードで1リッターあたり 13.7 ということで、実はあんまりこのプラグインハイブリッド燃費は良くないんですね。どちらかというとパワーを重視したハイブリッドモデルというふうに思っていただくのがいいと思います。と言いながらもこれまだもう一個上があって、T8 というものもあるもんですから、その T8 はもっと力があるというわけでございます。今回は T6、 どちらかというとバランスのいい方かなというふうに思います。だいぶあれですね、霧が深くなってまいりましたね。で、まあ、四輪駆動ですから、前輪がガソリンエンジン、そして後輪が電気モーターということで、この、まあ、今日なんかちょうど滑りやすい路面ですからちょうどいいと思うんですが、この四輪駆動がどんな風に走るかというのもやりたいと思います。なお結構な満充電で、してきたんですけれども、ここへ来るまでにもう電気使っちゃいまして、もう今ほぼ電気が空の状態です。その空の状態でどういう風な走りをするかというのをまた今からご紹介していきたいと思いますけれども、もうこの車の場合はもういつもの計測編と操作編に関しては以前の V60 と同じですから、今日は割愛いたします。それでは今から試乗をしてどんな走りなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ボルボの V60 のプラグインハイブリッドモデル、この車の試乗を今からしたいと思うんですが、まあいろいろちょっと操作系は同じなんですけれども、ちょっと特殊な部分がありますので、その説明をしていきたいと思うんですけれども、まずこのエンジンのスタート、これはですね、他の V60 と同じようなものでございます。ブレーキペダルを踏んでひねれば、一回起動をします。この時点ではエンジンかからないですね。からんですね。で、まあ、レディというふうにはついてるんですが、シフトレバーがまたこれ新しくて、オレフォスというですね、ガラスの、ガラス細工のようなシフトレバー、これが装備されています。で、これは手前に2回引くと D に入りまして、これで電気式のシフトレバー。で、P に入れたいときはこのボタンを押せば P になるんですけれども、こんな感じで操作をしていただくんですが、
このボルボのハイブリッドモデルで非常にわかりやすいのは、左側はスピードメーターなんですけれども、右側は、これ普通の状態ですと、この何メーターって言うんでしょうね。パワーメーターみたいなものになってまして、タコメーターにすることもできるんですが、通常の状態ですとこの状態になっています。で、今、ブルーのこのバーの範囲内でしたら、電気だけで走るよと。これアクセルワークと連動してるんですが、で、アクセルワークはどれに連動してるかというと、この、普通のメーターの棒が意味しています。で、この電気のマークが白くなっている間は電気だけで走っています。で、この水滴のようなマークは実はガソリンの意味なんですが、ガソリンのマークが透明の状態だとガソリンにはかかっていません。このガソリンマークが白くなるとガソリンエンジンがかかったと、こういう風な表示に変わるんです。で、この中央部のディスプレイでもそれは表示されておりまして、これは後輪に電気が駆動力としてかかります。で、前輪はガソリンで走るんですけれども、これもですね、後輪には電気マーク、前輪にはガソリンマークがついています。ちょっとここの構内で軽く走らせてみましょうか。でもちろんこんな低速、この構内ぐらいだったら電気だけで走りますね。今これ、後輪を電気で、ちょうどこの中央部に、駆動用のバッテリーがあるもんですから、この駆動用のバッテリーからブルーの、矢印で後輪に、駆動力がかかっているというのが今表示されています。でこれぐらいのアクセルのワークだったらは全然、電気だけで走っていきますね。でちょっとこれを強く、もう今エンジンかかっちゃいましたね。今前輪グリーンになりましたけれども、ガソリンエンジンがかかりました。さらに今エンジンで、発電もしているというようなことになって、まあ、これをね見ながらレポートするのはなかなか難しいんですけれども、今エンジンがかかっている状態です。で、もう一回こう止まります。で、今度矢印の方向が、このバッテリーの方向に向いてるっていうのは、後ろから向かっている場合には快晴になっているわけです。で、今止まっていますけれども、エンジンがかかってるっていうのは、発電、エンジンがバッテリーに電気を貯めていると、こういう状況になっているわけです。一口にこれを説明するのは本当に大変なもんですから、まあ、あまりそういうことを気にせずにですね、乗るのがいいのかなというような気がします。で今日はせっかくのいいところに来たんですが、天候がもう悪天候で、ご覧のようにて今ご覧いただけているかどうか分かりませんが、霧です。ですからあまり気をつけながら乗らなきゃいけないなと思うんですが、こういう時こそですね、ちゃんとフォグランプをつけて走らなきゃいけません。フォグランプというのは霧灯という意味ですから、晴れの高速道路なんかでつけてる方はいらっしゃいませんがね、あれはこう後ろの後続車に大変迷惑ですからやめましょうね。こういう霧の時に使ってください。で、まあこの V60 のツインエンジン、今ここに持ってくるまで、まあ、結構乗ったんですけれども、電気がある程度充電されていますと、かなり充電だ、電気だけで、走るというか、もうほぼ電気自動車のような感じでしたね。まあ、ただそれで走れる距離がやっぱりそれほど多くないので、そのあたりが少し物足りないかなという気はしますが、まあこれはどこのプラグインハイブリッドにも言えることなので、まあまあガソリンでも走れ、さらに電気でも走れという、そういったまあ幅広さを見ればですね、いいのかなというような気はいたします。音は静かですね。本当に音は静かで、まあ、このエンジン他のボルボにも使われているエンジンですけれども、このエンジンはとっても静かなエンジンでいいと思います。で今こう手前にしましたけれども、これ普通普段はこれ今 D だったんですが、手前にしますと B というレンジに入りまして、この B レンジではより強い回生ブレーキを得ることができます。結構強い回生ブレーキになりますね。今これ D なんですが、こう B に入れるとぐっとこう速度が下がりますので、この差は結構なものかなというふうに思います。今エンジンかかっていますね。で、この B レンジにしているときにも左右にもこう動かせるようになってまして、これしますとマニュアル風に、乗ることができます。だこういう今なかなか普通のプラグインハイブリッドの車ではなかなかこういったマニュアル風の車ことっていうのはできる車少ないと思うんですが、この車はそれができるようになっています。この車はパドルがないもんですから、ここのシフトレバーで、左右で操作をする
いうような感じになっています。